お疲れちゃんです、ロットです。というわけで今回もクラッシュライドやっていくんですけど、今日はですねこちら30日でホグレードを極める企画19日目やっていきたいと思います。で今日はねロケット型でやっていきますね。クエイクをロケにして、あとはバルキリーをねナイトで、アイスピーはね一応ファイスピでやります。というのもゴブドリですね、ゴブドリ用にファイスピでやるんですけど、結局多分勝てないですね。何回かやったんですけど、やっぱロケ型だと本当に公開でゴブドリに勝てませんが、まあちょっとそこはね引かずに、まあもし当たっても頑張ってロケット削りで勝てたらなというわけでやっていきます。さあ期待よろしく。 XBOW って書いてる。いやマジクロスに対してはねクエイクの方が圧倒的に戦いやすいですね。というのもやっぱクロスボウをロケットで壊してしまうと、まあ、壊さないと対応できないんですが、で対応するとファイヤーボールであったりだとか、まあ、スペル削りでね負けてしまうんですよね。だからロケ削りをやんないといけないんだけど、防衛でも使わないといけないっていうので、そこのなんかね加減がむずいですよね。だからできるだけ守れそうな時は、ナイトプラステスラであったりだとか、まあなんかユニットと施設で守りたいねっていう。さあ今回相手は遅延型ですね。まさかのトルネードがあります。なので、まあ、ロケ削りされるんですけど、そしたら僕もロケ削りやればいいよねって感じですが、まあそんなことをしてると攻めクロスボウね立てられてっていうのになるので、さあちょっと厄介な相手を引いちゃいました。ロケなタワーに持ちたいけど、タワーにすとクロスボウが止まんないっていうね、どうすりゃいいんだよっていう感じなんですけど、どうすんだどうすんだ。アイスイズ型の遅延テスラはねあんま見ないですね、使ってる人本当に結構レアだと思うんですよね。よいしょ、テスラを一応これ普通にクロス置かれるだけで嫌ですからね僕。まあまあまあ、でトルネ持ちと、よいしょ、あれ君、まあまあまあ、これどうせトルネ使わなきゃ結構ダメージ入ると思うんだけどな。許容のロックスクロスでいた、今のスケーだけで完封されちゃうんですね。いやクロスボウ立てられてたら終わってたけど、もうロケっすね。ロケもまあ終わるんですけど、さあロケ削り合戦やっていこうか。ピュー、一応端前だけ警戒して来ねえのかな。よいしょ、さあ頑張れ頑張れ、ユニットたち頑張れ。いやいいよ。でここでホグではなくて、もしかしたらロケットですね。ホグ飛ばしても結局テスラでこうね守られちゃうから、多分正解はねロケな気がしたな。でも今ダメージ的に勝ってるっていう奇跡が起きてるからちょっと怖い。さあ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 、いやいいよ。でウッド削りもね大事。いやマジで全然あるな。で暇ホグ飛ばして、あのクロスはね別にどうでもいいな。もうガン虫ガン虫ロケ削り、大体もロケトルネウッド削りがねあるつわ。これすごい試合だな。よいしょ、スペルはねなんかこうずっとこう何回も下方されてはいるものの、やっぱ普通に強いですよね。さあファイスピ、いや頑張る。いやいいね、いやいいよ。オッケーオッケーオッケー。ロケ削り相手がしてくると嫌ですが、相手がもうねこのダメージをクロスで追いつこうとしてるから、それが逆にいい感じになってる。オッケーオッケーオッケー、あるぞ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 。でここでホグ飛ばしても結局このテスラがねマジで無理なんですよ僕。でまあロケ削りをするともう一回次クロス来るじゃないですか、それは気合で、あ、でも次のロケで勝ちだ。だロケットのダメージ638とかだったと思うんだよな。でこれ高めにしとかないと攻めトルネで外される。あ、OK、OK、そうですね。で、最後ロケでフィニッシュ。いやー、これ美味しいっすね。ナイス、ありがとうございます。ほらーされましたね。ちなみにね、動画外を含めると、遅延テスラ、クロス3連チャンですね。
いや、まあ、最近多分高回転ゴブドリが流行ってて、そのゴブドリにね、スプレが入ってないデッキとか、まあ、ゴブドリに対して強いよねっていうとこだと思いますね。さあ、あ、これも高回転ゴブドリだと思うが、ヤンキーデッキとのなんだ、枯渇か。さあ、枯渇チャンスね。枯渇もな、このロケとハシマイプリンが結局強いんですよね。なんかゴブリンバレルが強いっていうよりかは、まあ、プリンとテスラとロケ、まあそんな感じか。さあ、痛いよ。痛いが、ここの方がね、相手回ってないんですよね。テスラが多分一発二発ぐらい、一発二発、なんだ三発、いやでかい。え、ああ、さすがに三発だよな。で、ファイスピが僕あるから、これ、ウッド打っていいですね。で、まあ僕のマックス字は、ハッシュマイプリンですね、結局。で、相手がさっきロッキー打ってくれたので、まあそのダメージ、てかエリアードでね、今の攻撃が刺さってでかいね。で、こっからは、ぶっちゃけホグ飛ばしてもテスラで守られるんですよ。っていう、同じサイクルになって、ダメなので、もうロッキー削りですね、本当に。もう本当にマジでロッキー、結局ロケなんですよね。スペルが強い。さあ削ります。で、まあスケだけで守れると理想ですけど、アイスピとかね飛んでくるかもしれない。さあウッド、まあこれはロケ砲ぐらいでね対処しておけば 1-0 プランっすね。2700側守りたいで、8枚プリンだけ警戒しておけば、あ、美味しい。さあアイスピ流れてくる、ロケですね。まあロケ削り、ほんとロケ削りですね。で、僕はもう攻めウッドもちょっといろいろやっていきながらね、こう8枚プリン、今の読みでもうワンテンポ早めに読みで出せたらちょっとかっこよかったよな。8枚プリン読みウッド、いかつすぎるかな。さすがにいかつい気もするが、で相手もロケ打ってくると思うからね、タイミングちょっと狙いつつ、こんにちはみたいな。やべ、枯渇相手に端前で普通に打っとっていく。これ多分ファイスピ飛ぶっすよね、結局。ナイス。まあロケ圏内か。まあさすがにこれは勝ったっすね。最初のダメージでかいっすね。なんかやっぱ、ロケ削り強いとはいえ、序盤だとね、エリクサーがやっぱ足んなくなっちゃうですよね。6打ったら4しかなくて、その後のホグね、とか2周目のホグとかに追いつけなくなるんで、まあそこが、さあ、でかかったかな。グッドゲーム。まあ、このロケット型のメリットとしては、やっぱ大型ですよね。ゴレとかラバとか、まあ、エリゴレとか、形を組んでくる相手に対して、ロケットで防衛できるっていうのが、まあ、優秀ですよね。クイックだとやっぱ高回転対決とか、なんだろうね、スケラの防衛であったりだとか、まあ、なんかいろいろね、いろいろ活躍はする。ロケは、基本大型用かな。まあ、相手が高回転だったら、守ってロケ削りもまあできるし、どっちがいいんだろうなーってなった時にむずいんですけどね、非常に。さあ、今回相手はベイビートラランバーなので、おそらくゴレだと思うな。しかもこの人、なんか前シーズンめっちゃゴレだった気がする。何回かやった気がしますね。え、待って、うちのロケ砲 ?AM が悪い。さあ、テスラこれおかずホグ飛ばしてもよかったかもな、もしかしたら。これでケツゴレされた時に、俺のテスラがちょっと無駄になっちゃう。で、これ、ホグ飛ばすんですけど、相手絶対トレネで緊起動してくるじゃないですか。なので、スケルトンもちょっと添えます。そうすると2枚咲かないといけないんですよね。トレネードからのもう1枚。じゃないとスケがバカ入るんで。さあ、このね、ちょっとのダメージも。ちょっとだな。本当に少なすぎる。もうちょっと欲しいな。基本的にはロケ砲ゲー。基本的にはロケ砲ゲーで困った時だけロケ防衛ぐらいが理想だと思うな。あんまロケ防衛に頼りすぎないでね。そう、ザッピ入ってんだ。ザッピはまあ俺のホグには刺さんねえな。美味しいね、これは。そう、ザッピがエレジャイに勝ちたい的な。これロケ打っていいかな。ヤンキーすぎ？さてはヤンキーすぎ？当たんねえのか、もしかして君。いや、当たるね。よかった。で、これ、ケツゴレとタイミングかぶせるホグ。で、ガン無視されて、ああ、ボンバーか。まあまあ、ボンバー、結局ロケフウッドで公園にいても飛ばせるかな。
さあこれ相手がライトニングか他の何かによっていろいろ変わってくる気もするが、なんだろうな、ザッピー型なんだよな。なんだろう、さでロケ打ちたいけど無理して打たなくてもいいっていう、結局ね、結局無理して打たないが正解まで。でここで打っちゃうか。オッケー、うん、頑張れロケホ、頑張れ君の味方。おい、いやー、まさかのゴルクロー、そんなことある。しかもあいつさっき攻め取りに使ってたんで、ここまあホグ飛ばして気持ちハイスピーもなんかあげようか。一体ハイスピー飛んでザッピーに飛べば範囲がねひれえから、オッケーいけ、範囲マジでひれえんだよな。いやロケホ生きたら熱かったな今の。さあのゴレはねちょっとルート強制かかってるかもしれない、ちょっと気をつけてね。で攻め取るね、攻め取るんで来ねえな。ってことはロッキーが来んのか、ロッキーが来んのか。さあ攻め取るね、来たらここでホグで後衛をね後ろに下げて時間を稼ぎながら、この間に、まあ、テスラ上なりロケ砲で、オッケーオッケー、しかも今回ねクローンなんで、まあもう大丈夫だ。ロケ2周だ、ロケ2周、いやロケ2周これ回る、いやバカ怖いよな、いやバカ怖いよね。怖すぎたな、さすがに怖すぎた、さすがにロケ2周はね結構怖いよ、勇気いるっすよ。よし、さあロケホーパーティーしてもらって、いやロケホーパーティーナイスで、端前のウッドで地味に削れてるのと、おいオーケー、トレネさっき使いましたね。これでロケ圏内か、ロケが538か、オーケーナイスー、まあ、クローンで助かったよね。相手がこれ柳雨とかライトニングとかだったらちょっと怖かったかもしれない、知れないですけど、まあ、ロケボヨもねやっぱいいですね、困った時に使えますね。さあよろしく。いやバルーンとか引きてんだよな、せっかくなら。いつもクエイクでバルーンにすごい苦戦するんですよ、やっぱテスラとファイスピードロケ砲しかないんで。でもそこでねロケあるだけでもバルーン当たった瞬間、ああ美味しいってなるじゃないですか。いやだからせっかくなら君バルーンであれ、スケ、いや何も出してこないタイプ、まあ、このスケルトン2体にねサホグをつけてあげます。ザッピー、え、ザッピーそんな人気、ザッピー取るね、マジ、ちょっと待って待って待って、そんないないっすよ、本当に最近ザッピーそんないないっすよ。だって高回転ドリルに腐るっすもん、活躍しないっすからね。さあなんだザッピー取るね、でゴレー、あスケラフリーズの可能性あるなこれ。さてはスケフリのアイスイーツとかの枠がザッピーになったパターンだったら結構嫌だな、ボーレー的な、いやですよね、そんな気がしましたね。さあバルーンではなくスケラだとは思うんだけどな、多分、まあ、インドラ太陽のテスラ、いやテスラ優秀だよなマジ、化け物で、まあ、スケラのダメージ抑えれるのがなかなか大変かな、これ。いつもクエイク防衛でスケラを耐えるんですけど、まあ、クエイク防衛できないので、まあ、ロケットで相手の盾を剥がしつつ、まあ、スケとかウッドとかで綺麗に耐えようかなっていう。端前ビビドラとかもロケでやるぐらいの勢いでいい気はするけど。よいしょ。で、フリーズもあるんですよ。うわ、やばい。今のファイスピが飛んだら痛いな。ファイスピ飛んだのばっか痛い。まあ、この少々はね、しょうがない。さすがにロケホ2体も俺はホグ行くやろ。ボーラーで全部引かれるのだけはやめてあげてな、マジ。いや、これロケホな、惜しいな、インドレに。もうちょっと、もうちょっとエームがね、角度が。コントロールできればな、弾の角度。もうちょっといいんだけどな。さあ。で、ロケ削りしたいんだけど、結構むずいよね。相手の端前ユニットにもロケ打ちたいし。いや、これ当たるかね、絶妙なとこにユニット出してくるんですよ。相手もね。それがやっぱね、なかなか、いやらしいや。これロケ打った方がいい気がしたな、今。なぜ打たなかった、俺は。いや、いらねえな。で、フリーズだから、こう、ロケ砲とか一生延命できる。いや、いいよ。今、トレネ使ったよな、相手。さあ、もう、ホグ、ロケでいいや、ロケでいいや、ホグはいらん、一回ロケ、一生ロケホ、おお、やばい、待って待って、マジでもらえ、これはさすがに走高め止めて、で、ウッドはね、相手がフリーズしてきたら打とう、
よしよしよし、フリーズしてきてるとを、いや残り物で頑張れてる。でこれさっきあえてトレネ使ってからさ、トレネ回ってないと思うんだよな。いや回ってたけど、ロケ2周ですね。ロケ2周いつから行く、いつから行く、怖えぞ、ちょっとだけ怖え、少しだけ我慢。一応なんかね、これテスラを残してあげることが、マジ、あ、ロケ回します。いや、回ってくれ。マジで回ってくれ。これボーラー当たる？オッケーオッケー。あいつ硬いからな。あとはテスラがね、大事。テスラをどれだけ延命できるか。間違いなく。このテスラで、すべてをやってくれる。あえてフリーズは？じゃあ、スケラは？あえてユニット、まあ、ユニット攻めもいいんですが、ユニットで攻めてるだけだと、さあ、スケラがね、間に合わないですよ、グッドゲーム。いや、ロケ、まあ、困った時のロケ防衛、あるだけでなんか、ちょっと気楽ですよね、本当に。まあ、あとはこういう砲が通んない相手にも、ロケで削れるっていうのは、すげえね、強みかなと思います。はい、というわけで、まあ、ロケ型やったんすけど、まあ、俺は、クエイク型の方が、まあ、ずっとやってたからね、ずっとやってたから、さすがにちょっと、使いやすかったかなという気はしましたが、ロケだからこその強さもありますので、ぜひ皆さん使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。